ミーアったらまたこんな人気のないところで安置しているのね。あら、アリサ、何か私にご用かしら。ちょっとそこ詰めてよ。どうして？狭くなるじゃないの。私もそこに座るからよ。そんなに私と密着したいのかしら、リサは。そうじゃなくて、たまには一緒にお昼を食べるのもいいかなって、そう思っただけよ。あら、真面目なクラス委員長は本当に真面目すぎてみんなが近づきがたいのよね。何よそれ、まるで私が一緒にお昼を食べる相手がいないみたいな言い方ね。違うのかしら。違うわよ、失礼ね。でもいろいろとみんなが気を使っているのは事実だわ。どういうこと？全部ミアのせいよ。ミアと一緒にベストカップルに選ばれたから。それがどうして一人でお昼を食べる理由になるの？私のせいになるの？みんな余計な気を回してしまうのよ。私と一緒にお昼を食べるとミアが怒ったり悲しんだりすると思われて。要するに私の恋人であるミアに気を使ってみんな私と一緒にお昼を食べてくれないのよ。そう、長い言い訳お疲れ様。言い訳じゃないわよ、もう。でも一緒に食べる相手がいないのは寂しいわね。かわいそうだから付き合ってあげるわ、リサ。言っておくけど私が付き合ってあげるのよ。ええ、そういうことにしておくわ。ありがとう、優しいリサさん。もういいわ、早く食べないと午後の授業に遅れてしまうわ。あら、リサ、今日はちゃんとお弁当なのね。私だって毎回毎回購買や学食のお世話にはならないわ。普段が真面目な優等生キャラだから料理とかできないと思ってたわ。勝手にキャラ設定を決めないでくれる？私お弁当作ってくる日の方が多いわよ。それって大変じゃないかしら。ええ、大変よ。でもちゃんと早起きして自分で作っているわ。すごく面倒な感じね。嫌にならないの？別に、普通に自分のことを自分でしているだけよ。リサ、あなたってとても偉いのね。いや、その、それほどでも…ミアが私を褒めるなんて珍しいわね。本当にすごいと思うわ。だから明日、二つ作ってきてくださらない？どうしてそうなるのよ。私、二つも食べないわ。私が食べたいのよ。恋人の手作りお弁当、食べてみたいわ。ミアが食べるの？でも二つ作るのって結構大変なのよ。そうなの。よく知らずに頼んでしまってごめんなさい。でもリサ、以前私のお弁当が羨ましいと言っていたわよね。言ったわ。だって本当に羨ましいもの。だったら明日、リサのお弁当と私のお弁当交換しましょうよ。それなら2つ作らなくて済むでしょ。いいわよ、遠慮しておくわ。あら、どうしてかしら。だって私のお弁当そんなにおかずも入ってないわよ。ミアのお弁当はいつも高級すぎるし。そうかしら。私には自分のお弁当よりもリサの手作り弁当の方が高級に見えるわ。何言ってるのよ。リサのお弁当に比べたら私のお弁当なんて実にありきたりでつまらないものよ。何言ってるのよ、全然違うわよ。見た目も味も桁違うよ。そうかしら。いつも食べているから凄さに気がつかないのよ。ミアは贅沢すぎるわよ。でもこれ実はただの仕出し弁当なのよ。毎日届けられるだけのものを私は持ってきているのよ。これお弁当屋さんのお弁当だったの？一応3人の有名シェフがローテーションで作っているらしいって聞いたわ。何その非庶民的なお弁当は。つまり女流園の焼肉弁当クラスってこと？よくわからないけれど、もっと上のクラスだと思うわ。聞くのがちょっと怖いんだけれど、それ一ついくらなの？これはね、確か…うわ、信じられない、うちでは絶対無理よ。でも私は普通のお弁当が食べてみたいのよ。特にリサの作るお弁当がね。
いや、いいわ、分かったわよ。リサ、するわ、するわよ。そこまで言ってくれるのなら明日お弁当を交換してあげるわ。ありがとうリサ、楽しみにしているわ。逆にプレッシャーを感じるわね。今夜は興奮して眠れそうにないわ。もうそこまで期待しないでよ。いつもと同じようなものにするからね。はい、ミア。ちゃんと作ってきてくれたのね、リサ。ありがとう。メニューは何かしら？お弁当の定番、甘い卵焼きにタコさんウインナー、それと野菜の煮物、ミニエビフライとお漬物。ちょっと奮発してデザートにイチゴも持ってきたわ。なんか素敵ね、リサそのものって感じ。どういう意味よそれ。ちなみに私の今日のお弁当はね、1の段が牛ロース焼肉とサワラの西京焼き、伊勢エビのフライに季節の野菜のおひたし、それから2の段は、もう言わなくていいわ、悲しくなるから。あら、だってこれはリサのお弁当なのよ。格差を感じて交換するのが申し訳なくなるから。それは困るわ、早く交換しましょうね。うん、どうぞ。これがリサのお弁当、じゃあいただくわね。相変わらず食べるのは早いわね。お味はどうかしら。そうね、とってもリサの味がするわ。私の味って何よそれ、意味がわからないわ。例えばこの卵焼きは、そうね、リサの唇のように甘いわ。また何恥ずかしいこと言ってるの、ミア。この艶やかな煮物もリサの肌のように柔らかくって味がよく染みてるわ。やめてよもう。お弁当作ってきてあげたのに周知プレイで返されるとは思わなかったわ。でもちゃんと感想聞きたいのよね。それはやっぱり気になるわ、ミアの感想だもの。じゃあ次はこのタコさんウインナーの感想を。最後まで耐えられるかしら。じゃあ最後にデザートの真っ赤なイチゴを、しっとりと濡れたリサの。わーわーわー、ごちそうさまでした。私もう教室に帰るから。あら、まだ私の差し上げたお弁当たくさん残っているわよリサ。でももともと私こんなにたくさん食べられないわよ。あら、食べ物を粗末にしていいのかしら、真面目なクラス委員長のリサさん。こういう時は真面目な委員長扱いしないでよ。全部食べ終わるまでじっくりと見ていてあげるわリサ。すごく美味しいけれど、こんなの食べたら明日の体重が怖いわ。うわー、もう許して。